琉球トラウマナイト、かんこどりの泣く夜。ロケをやるということになりまして、ね、まあ、第1弾ということで、かんこどり的あがりゆうまいということで、はい、南部の聖地を巡る、はい、ということをやっておりますけども、1回目は矢原塚さんでお送りいたしますね。はい、琉球開闢の神天見清が降り立った場所という、はい、まあ、第1回目にはふさわしいかなということです。そうですね。歩いていけたはずなんですけど、ね、県とか国が建てたわけではない。ではない。市町村が関わったわけではない。天見清でもない。はい、天見清でもない。行くの？行くの？マジで。行くの？マジで。わかんない。ここがくぼんでる感じ。わかんないですね。まあ、やめときましょう。突撃は。うん。ちょっと虫が。うん。ここまで来てね、すごいね、やっぱり。あの、ガジュマルな、あれでしょ、枝がね。すごいな。ここまで来てね、すごいね。うん。あの、ガジュマルな、あれでしょ。そうそうそう、根っこ。だこの岩がかなりでかいですよね。でかいね、これ。これ1個でしょ。1枚岩やもんね、これ。あ、これでかいね、これ。でかい。1枚だよね、これね。巨石ですよ、巨石。なんかここなんかやってそうですけどね、廃所というか。まあまあそんな感じよね。この広場があるから、うん、っぽいけどね。詳しい。ありそうありそう。カニはいないな。穴ぼこが砂に開いてんだよ。もしかしたらなんかいるかもしれない。かんこどりの鳴く夜。自然の場所って感じ、うん。ちょっと登って浜川歌木に行きましょう。海を渡ってきた天見清が、はいはい、あの矢原塚さん上陸して。うん、でこっちに仮住まいをしたと。仮住まい。それが今御嶽となって浜川御嶽って言うんですけど、これはすごいですね。仮住まいっていうの面白いですね。そうですね。まあアリエッティみたいな。アリエッティ。お邪魔します。参拝者の皆さん、香炉は火気厳禁でございます。そう、皆さん、内カビとかね、線香とかをこう、まあ、燃やすんですけど、燃やさないのを火じゅると言います。ただ、備えるだけね。で、ここほら、これ何だと思います？そう、昔、膝があったんですけど、壊れてないんですよ。足だけこう。あ、これ爪？はい。爪やと。爪だけ残ってます、ね。壊れたっていうことは、まあ古いからかな。いやまあ台風とかでも古くなるからね。ねここちょっと参りしときましょうね。すいませんお邪魔します。でちなみにですねここは。そこら中に香炉があります。よく見てもらえればわかりますけど。香炉3つあるじゃないですか。
ビッツってまあまあ普通なの。普通ですね。うん。だいたいヒヌカも3つですし。あ、そういうあれがあるんだね。だいたい3つですね。うん。はい。で、こっちを登るんですけど、ここにもありますしね。よいしょ。まあ、こっから上は、まあ、行けないですけどね。こっから奥も何かあります、あります。うん。なんかこのパターン面白いね。これ、このドーンとこういう祠のある宴があって、うん、実は裏手にありますみたいなパターンが結構あるんで。すごいなんか鳥とセミと鳴いてますけどね。ジャングル感が。すごい。でも意外に涼しいね、うん、そんなに押さないですけど、まあ皆さんもぜひ沖縄に来たらね、ここすごい巨石もあるし海もあるし、癒される場所だと思うんで、ぜひいらしてください。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。